トランプシャトルはアメリカ合衆国のニューヨーク州に本拠を置き、1989年から1992年まで運行していた航空会社。トランプシャトルのボーイング727-225、トランプシャトルのボーイング727から200型機、それまで自身が所有するアトランティックシティのカジノまでの間のヘリコプター会社も経営していた不動産王と呼ばれる。 不動産業者で大富豪のドナルド・トランプが当時深刻な経営不振に陥っていたイースタン航空が所有していたアメリカ東海岸のシャトルビンド専門と空港のターミナル使用券、機材や社員などをシティコープやマニファクチュアリングハノーバーなど3社の銀行からの借金をもとに丸ごと買収した。1989年6月23日に運航開始し、 トランプシャトルのブランド名でニューヨークのラガーディア空港とワシントン DC のワシントンナショナル空港やボストンのローガン国際空港を結ぶ公衆駅のビジネス路線を運行したトランプの経営する豪華な内装を持つホテルやカジノのイメージと合わせるべく運行開始後これらのボーイング727から200は白地に金色が入った派手な塗装にベルトのバックルやトイレの金属など ところどころに銀色のメッキが施された、機内、電話が装備された総側張りのシートというトランプ風の内外装に改装されていった。また、各空港ターミナルビルの専用ゲート付近も次々に改装され、バーコーナーが設けられたほか、ゲート付近では持ち帰り自由の無料の新聞や雑誌、朝食のパンなどが振る舞われており、そのサービスは高い評価を受けた。サービスは、 高い評価を受けたものの、パンアメリカン航空のシャトルビンやアムトラックの高速列車サービスであるメトロライナーなどの競合他社に比べ高い運賃が不評であったため、会社設立から赤字状況が続いた。その上に、オーナーのトランプの本業の不動産業が折からの不況で経営状況が悪化したために、1990年9月にシティコープの管理下に入った上、 その前月にイラクがクウェートに侵攻し燃料価格が高騰したことでさらに経営状況が悪化した。さらに1991年1月に湾岸戦争が始まりアメリカ全体の経済状況も悪化し航空需要が落ち込んだためにシティコープの仲介でアメリカン航空や USA r ウェイズノースウェスト航空と譲渡に向けた交渉が行われ 1992年4月に US Airways に経営上と US Airways Shuttle となり、その短い歴史に幕を閉じた。ありがとうございます。